金沢市が運転していた発電所の一つ、現、北陸電力福岡第一発電所、金沢市営電気供給事業は、対象から昭和戦前期にかけて、石川県金沢市が経営していた、公営電気供給事業である。北陸電力送配電管内に、かつて存在した電気事業の一つ。1921年に、金沢市が民間の金沢電気ガスより、 市内における事業を買収したことで成立した。ガス供給事業及び、上水道事業とともに、金沢市電気水道局の所管であった。1942年、廃電等整令に基づき国策、廃電会社北陸廃電へと、電気供給事業を移管し、電気水道局も解散した。吉野第一発電所1893年9月、石川県より、 金沢伝統発起人らに対し伝統営業の認可が降りた。発起人は江戸時代から続く菓子将森八野党主十二代森下八左衛門らで西川から取水する寺津用水での水力発電所建設を目指すが日清戦争その他の影響で1894年9月に事業中止が決まった。その一方で旧加賀藩の氏族で 食産工業政策に積極的であった当時の金沢市長、長谷川淳也は市営による電気事業を企画、金沢伝統の発電所計画を踏襲して事業の具体化を進め、1895年7月には、被災の記載と発電所市営建設を司会で議決させた。そして翌1896年7月、金沢市に対して市内を 供給区域とする電気供給事業の経営が、低心症より認可されるに至った。ところが、金沢市営の電気供給事業計画も、日清戦争後の物価高騰で予算が膨張した、結果資金調達の目途が立たなくなり、結局民間に事業を任せることになった。1897年11月、森下八左衛門ら、金沢電気発起人への事業継承が認可される。 しかし会社設立は一年ずれ込み、1898年11月に、ようやく、金沢電気株式会社が設立を見た。2年後の1900年になって、辰見発電所が完成、同年6月25日金沢電機は開業した。開業後の金沢電機の事業は、次第に拡大し、電気事業以外にも金沢市内における、都市ガス供給事業のを取得して1908年に、 金沢電気ガスへと解消、同年11月から、県営ガス供給事業を始めた。1911年には、手っ取り側にて、福岡第一発電所が運転を開始する。その後も、対戦景気化の需要急増に合わせて、手っ取り側推計にて、福岡第二発電所、吉野第一発電所、石原発電所が完成している。 1921年6月末の時点で、金沢電気ガスの供給区域は、金沢市内の北石川郡、河北郡、の見郡に広がり、県南部の小松電気、大正寺川水電やさらには、能登半島の能登電気にも送電していた。上記のように、金沢電気創業前に、市営電気供給事業を計画していた金沢市は、飯尾二郎三郎市長の時代に、 再び市営事業を志し、1920年に、飯尾と当時の金沢電気ガス社長、小池誠一との間で交渉を持った。3月に発生した戦後強行を背景に、小池が市営化交渉に応じたことから、飯尾は市会に、電気ガス事業市営調査会を設置して、調査、交渉に着手した。金沢市側は、先に電気供給事業市営化が成立した神戸市の例を、 踏まえて、直近3年間の平均配当額の20倍に、当たる633万円を、買収価格を掲示した。一方会社側は、地方鉄道買収法に沿った、過去3年間の平均利益の20倍に当たる935万円での、買収を主張し、交渉ははかどらなかった。その後、早川千吉郎、前田俊成、横山高俊らの仲介により、 買収価格を市の主張に沿ったものとするが、市から会社側へ7分立期90円下への資債を交付するということで妥協が成立。翌1921年5月27日、買収契約締結に至った。同年6月14日、買収契約が市会と会社側の株主総会で、それぞれ可決される。また市営化が適当でない市外軍部地域の事業については、 市内電車を営む金沢電気軌道への売却が決まった。蒸気手続きを経て、1921年10月1日に、金沢電気ガスの事業は、金沢市並びに、金沢電気軌道へと譲渡された。同時に、金沢市営電気供給事業及びガス供給事業が成立する。金沢市では、両事業の担当部局として、電気局を開設。 さらに買収資金とその後の資金調達のため、額面金額939万4800円の被災を発行し、内金沢電気ガスに663万3700円を交付した。支援化後、市では10月10日から15日にかけて、電気支援宿賀デート称する記念イベントを開催し、市内各地でイルミネーションや花火、パレード、花電車運転、 飛行機の祝賀飛行などが行われた。事業継承時、電灯供給は、需要価数3万1608個9万6501等、電力供給は、電動機用、電力2390.5馬力、その他電力3 3 9 1 1ットであった。うち電力供給では、他の電気事業者、剣町営、向島電気小松電気。 大正寺川水田、能登電気、金沢電気軌道、金石電気鉄道の7社への供給が確認できる。さらに支援課後ほどなくして、金沢、七尾間の送電線から分岐して、穴水へ至る分岐線が完成、穴水で能登電気、農州電気への供給が始まった。初期の支援事業には、滑水器の供給力不足という問題が存在した。 積雪のため河川流量が減少する毎年8月1月になると水力発電に依存することから発電量が低下し電灯が暗くなったのである。市では貯水池改良など安定供給に努めたものの火力発電所設置といった抜本的な対策はコスト面から不可能であった。そこで金沢には豊富な水力資源を要すると山県側から電力を 受け入れる体制の整備が進んだ。まず、金沢宝石が新工場を建設するにあたり、富山県の中小清水電が県境を越えて工場まで送電線を新設1925年2月より送電を始めた。続いて1924年5月に日本電力と石川県内で電気事業を行う7社が連合して設立した北陸共同電機が 1925年8月に日本電力からの電力を金沢方面へと流す送電線を完成させた。この北陸共同電気の出現により電力不足は解消され、さらに小松電機など周辺電力会社への送電を北陸共同電気が肩代わりしたため市は市内供給に専念できるようになった。営業面では1926年6月13日、 下邸町に電気局の電灯器具陳列販売所が開業した。建設費3000円を投じて整備されたこの施設では、電灯照明などの宣伝、器具、機械の販売、照明に関する相談が行われた。市営化以来、電気局では、増答、増殖の勧誘に努め、電熱利用の分野では、電気アイロンの普及を図っていた。その結果、 1929年3月末時点における供給成績は、電灯需要価数36,302個164,972等、電動機用、電力3,799.75馬力、その他電力9 9 7 1 4ットへと増加している。需要増加に伴い、市では、季節予市の第一発電所の放水を利用する、 吉野第二発電所の建設を立案、1927年10月に寄港し1930年10月になって完成させた。総工費は45万7千円。出力は1 0 0 0ットで、非同期発電機やカプライ水車、自動式運転方法など、当時の最新技術が取り入れられている。続いて、市原発電所の放水を常時吉野第一。 発電所へと流すという改良工事が1932年6月に完成し、吉野第一発電所の出力が5 5 0ット増加した。また1939年12月には、福岡第一発電所の出力も1 3 6 0ット引き上げられており、これらにより市営発電所は、計6カ所、総出力1万3 1 9 0ットとなった。 この間の1934年7月11日、手っ取り川の大洪水により、福岡第一発電所では、床上浸水、福岡第二発電所は、建屋全体が流出するという被害を受けた。水害の影響で、市営発電所の総発電量は、大きく落ち込むが、臨時受電を行い供給を継続した。1939年度の段階で、 キロワット時ベースの発電と受電の割合は3対1であった。受電量のうち多くを占めるのが石川電機からの受電である。同社は1935年7月に設立された高岡電灯の冒険会社で、1937年7月、手っ取り川に剣発電所を建設、発生電力全部を市え売電していた。それ以外では、 高岡電灯と日本海電機からの受電が目立つ。供給実績は1930年代を通じて着実に伸長した。電灯分野では、洪水被災から3ヶ月後の1934年10月に1ヶ月にわたって、贈答勧誘が大規模に実施され、1934年度に20万頭の大台を突破するに至った。1938年3月末時点では、 電灯需要化数37,709個、取付等数215,275等を数える。一方電力供給については、1940年3月末時点で、小口電力4 6 6 6ット、電熱その他1 5 9 2ット、大口電力1 5 7 2 5ットの合計2 1 9 8 3ットという規模に、 拡大した。最大の電力需要化は、キロワット時ベースで大口供給の半分近くを占める日本電気夜勤。それに、金沢電気機動、高岡電灯、小松電気の電気事業者3社が続いた。1930年代後半に浮上した電力国家管理政策により、1939年4月、 全国の事業者から主要電力設備の現物出資を受けて国策電力会社日本発送電が設立された。この段階では北陸地方を本拠とする電気事業者で日本発送電へと設備を出資した事業者は存在していない。また日本発送電は設立当初主要水力発電所の発生電力を管入でこれを電気事業者に対し供給する というのが主たる業務であったが、金沢市とは、総受電の関係は生じていない。続いて1940年代に入ると、日本発送電の体制強化と配電事業の統合、国家統制を目指す動きが生じる。この動きに対して、日本海電機の主導によって、北陸地方単独での自主再編を目指す動きが、急速に具体化され、1941年3月には、 合併契約調印へと至った。合同に参加したのは、日本海電機、高岡電灯、金沢電機機動、小松電機、大正寺川水電、越前電機の6社に、各社の関係会社6社を合わせた合計12社。これは、福井県の大部分に供給する京都電灯を含まないが、北陸3県の主たる民間事業者を網羅する。 そして同年8月1日に12社合同が成立、新会社北陸合同電気株式会社が発足した。ただし、金沢市は北陸の主要事業者であるが光栄で、事業形態が異なるため、この合同への参加を見送った。北陸合同電気成立直後の1941年8月末、第二次電力国家管理の一環として、国策配電会社による 廃電統合を盛り込む廃電統制令が施行された。今度の廃電統制は、金沢市営事業も統合対象とするものであり、1941年9月6日、金沢市と北陸合同電気、京都電灯、日本電力の4事業者に対し廃電統制令に基づく、北陸廃電の設立命令が交付された。金沢市が命令されたのは、水力発電所6箇所、 送電線17路線、変電所6カ所、それに、北陸配電の配電区域内にある配電設備、需要者屋内設備、営業設備の一切の北陸配電への出資である。翌1942年4月1日に、富山、石川両県と福井県の若狭地方を除く地域を配電区域とする北陸配電が発足し、金沢市営電気供給事業は消滅した。 これを受けて前日付で事業を所管した金沢市電気水道局は解散局長以下多くの職員が北陸ハイデへと移籍していった。金沢市企業局へ寺津発電所の取水、元西川ダム太平洋戦争後、配電統制まで公営電気供給事業を経営していた東京都、大阪市、京都市、神戸市などで配電事業を公営に復帰させるよう求める。 公営電気事業復元運動が始まった。金沢市においても1947年10月市議会に電気事業特別委員会を設置し公営復元を目指して運動を始め、同年12月には陳情活動を行う配電事業都市関規省連絡委員会へと加盟する。主単独では1950年1月衆参両、議長、通商産業大臣宛に請願書を 提出、さらに電気事業再編成審議会に電気事業復元を依頼するなどの陳情活動を展開した。1951年5月、戦後の電気事業再編成に伴い北陸廃電に、代わって北陸電力が発足した。これに対し市は再編成の決定指令を変更する、要公益事業委員会に求めたが覆ることはなく、復元運動は 具体的な成果が出なかった。1957年7月になり、市は北陸電力に対し、これまでの復元運動の経過を説明するとともに、事業復元に関する申し入れを行った。11月より、北陸電力と金沢市の交渉が始まり、交渉の末、1962年12月7日、北陸電力が金沢市の観光会館建設につき協力。 寄付を行うという内容で協定書が取り交わされた。この合意により、金沢市の電気事業復元問題は解決するに至った。復元問題とは別に、金沢市では、西川における西川水系総合開発計画の一部として、支援発電所を再設置すると1959年12月に決定した。 その大事故となる上えテラズ発電所は1966年1月に完成し、金沢市営の発電事業が始まった。1937年12月末時点における、金沢市営電気供給事業の伝統、電力供給区域は、金沢市の一部並びに、石川郡と板村の一部である。この時点で、金沢市は一部が、金沢電気軌動。 小松電気の供給区域にも含まれる。市営事業成立前、1921年5月27日付で、金沢市が金沢電気ガスとの間に締結した事業買収契約によると、金沢市営事業に引き継がれた金沢電気ガスの供給区域は以下の通りであった。百二十五年より、金沢市域の拡張が始まり、まず、石川郡、野村、 弓取村が金沢市へ編入された。うち弓取村は金沢電気機動の供給区域である。ついで1935年石川郡賀市村、米丸村、倉月村、片津村、淡賀崎村、大野町、1936年石川郡先浦村、三馬村及び下北郡小坂村の順で金沢市に編入された。 この拡張の直前の段階では、先穂村全域と、戸賀市村、三羽村、小坂村の各一部が、市営事業、米丸、倉月、片津、つき、かたつ、あの拡張村全域と、戸賀市村、三羽村、小坂村の各一部が、金沢電気軌道、小坂村の一部が、小松電気の供給区域であった。戦前期における、金沢市営発電所は、以下の通り、 これらの発電所は1942年4月に北陸配電へと継承された。その後1951年5月の電気事業、再編成にていずれも北陸電力に移管されている。ありがとうございます。